思い出すぎたかったけど、まあ、これだったね。素晴らしいパフォーマンスでしたね。皆さん お楽しみいただけましたでしょうか。今一度パフォーマンスしてくださった皆様に大きな拍手をお願いいたします。さて、楽しい時間もつかの間、お別れのお時間と、なりました。本日は皆様お越しいただきありがとうございました。皆様の招致への思いも一つになり、あとは3日後改正都市決定の瞬間を待つのみでございます。東京での改正都市が決定し、また皆様と応援できること心より楽しみにしています。本日は2020の願いキャンドルナイト We Believe 東京2020にご参加いただきまして誠にありがとうございます。この後キャンドルの点灯式は20時30分まで行っておりますので、皆様どうぞ、撮影をして世界中のお友達に Facebook、ブログ、Twitter などで発信していっていただければと思います。どうもありがとうございました。優しい人もいるわ、これ4個目だよ。あ、違う、頑張るとか書いてある。違う、全然違う、違いました。違った。うん。でもね、何個見つけたからね。それすごい。8個ぐらい。8分の3。すごくない？すごいよ。すごいでしょ？農家の人たちが梅干しの会社になってるの。そう。あのね、こっちよりもそう、こっちから撮った方が見えやすいの。あった。あった。でも上手にできてるもんだよね。あんたとしてですよ。ねえ、うん、そういうのね、ちゃったりする人がね、ね、いるんでしょうね。
応こうやってどうですか、もうあと3日で発表です。ここでガーッとありがとうございます。すいません、ありがとうございました。そこです。